宇海博之は日本の工学者。専攻は制御工学、電力システム工学、名古屋工業大学学長、愛知県名古屋市出身。愛知教育大学付属名古屋中学校の受験に不合格となり、公立中学校、愛知県立旭日川岡高等学校、1年間の大学受験導入生活を経て、1977年。 名古屋工業大学工学部計測工学科卒業。1979年名古屋工業大学大学院工学研究科計測工学専攻修士課程終了。1980年大阪大学大学院中退名古屋工業大学助手。1994年名古屋工業大学博士。1996年名古屋工業大学講師。 1998年名古屋工業大学助教授2005年名古屋工業大学教授2007年名古屋工業大学情報工学専攻長、2009年名古屋工業大学創生シミュレーション工学専攻長、2010年名古屋工業大学副学長2011年名古屋工業大学次世代自動車工学教育研究センター長 2013年名古屋工業大学留学生センター長。2014年名古屋工業大学学長。2018年再任。専門は、制御工学、電力システム工学。名古屋市立大学経営審議会委員、中部経済同友会常任幹事、公益財団法人科学技術交流財団顧問、公益財団法人中部電気利用基礎。 研究振興財団評議員、株式会社、CBC テレビ番組審議会委員等も歴任した。ありがとうございます。